心現れてるのよ。はい、うん、続いて村上クイズ第3問じゃん。村上夏実の思う差し出マリアの直してほしいところ、あ、もうこれすぐ書ける。ごめん。何？私何した？あ、でも待って、あれ、なんか治ってる気がする。治ってる？あれ？どうしよう。直してほしいところ、私どこ直してほしいのかな。何がいいと思います、皆さん。ダメだよ。ダメ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 なの？そうだな。私マリアの直してほしいところね。オッケーオッケー。何も思いつかない。あ、じゃあ、わかった。わかった。うん。そのままでええんやで。え、違うんですよ、違うんですよ。これをね、直してくれたらよし、オッケー。はいはい、じゃあマリアの、そう、じゃあ直す直してほしいところですね。はい、じゃん。動物の服を着てるところ。そんなの直してって言わないよ。好きなもの聞いて。お母さん。じゃあ、ここじゃ答えを。これをもうね、うん、私はこれは言ってる。言ってる？じゃん。敬語使うとこ。最近直してきてるってそれか。そう。あ、でも今日なんか全然かもと思って。確かに。そうですね。ね、あ、来た。こんな感じで混じってんだよね。混じってるん。そうそう。でも別に無理して直してって思ってなかったんだけど、うん、あ、これの機会にもう一回ぐらい行っとこうかな。確かにそうだな。ちょっとね、いやでも結構あれですよ、治ってきてる方ですよ。そうなのか、はい、なんかね、だんだんそう、あの某スクールアイドルね、うん、9人でなんかみんなにだんだんマリアがタメ語率高くなってて。そうね、そう、多分私に一番敬語なんじゃないかなって。え、嘘。そんなことない。あ、でもアカリンとかミュータンとかの方が、あ、そうか、うん、敬語か、敬語かも。なんかお姉さんって感じだからね。カオリンとかさ、うん、タマリとか、なんかタマリはだってほら可愛いじゃない。タメ、ほぼ 100% タメ語ぐらいじゃん。うん、たまりやな。敬語が来るとなんか、うん、まだかみたいな、シュンってなんねん。そう、頑張る。ちょっともうちょっとなんだよ。もし直せたら。うん、わかったって感じです。頑張ります。よし、じゃあ差し出のクイズの第3問目は、はい、でマリアの思う村上夏実の直してほしいところ。なんだろう。なんだろう。私も考えてなかったこれ。何がいいかな。マリアが言いそうな。でもね。どうしよう。え、はっきり言ってくれていいよ。直すから。ないんだよ。本当にどうしたらいいの。言って、直すから。うーん、分かった。直してほしいところね。よし、 ここじゃないかな。これなんか、はい、みんなに思われてそう。はい、 OK です。じゃあ私から。はい、私の直してほしいところ、うん、人の話あんま聞いてないとこ。あ、違うか。聞いてないんですか。なんかさ、なんかさ、ほら、みんなでさ、ご飯食べてたとかにして、はい、話してた話を、うん、なんか、ん、なんか、何の話みたいな、なんか、こう、なんだろう、理解するのが遅すぎて、なんかもう一回説明、今
のはね、なっちゃんみたいなこういうことだよみたいな、なんか説明させちゃってること多くて、そうかな、そう、じゃあそういうところよ、すごく気を使っちゃうところ、そう、なんか周りをね見えすぎ、見すぎてるのかな、年下年下そうそう、だからそれこそこの話もそうだけど、人の話あんま聞いてなくってごめんねっていうところよ、それこそこれよ、そうなの、うん、そう、そんなこと誰も気にしてないよ、そっか、大丈夫よね、気にしないようにすればいいのか、うん、わがままになればいいってこと、そう、もうちょっとねわがままになってほしいの私は、うん、例えば例えば例をちょうだい、例を、難しいな難しいな、でもさ、なんかいつもやっぱり一歩引いて見守ってる感じはずっとしてて、うん、何かさ、こうどっか遊びに行こうよとかもなんかみんなにこうさ、そっとついてってる感じとかがあるのね、だからなっちゃんがあれをしたいとかこれをしたいっていうのを私もうちょっとね、出してほしいの、なんか泣きそうなんでやばい、なんか泣きそう、泣かないで泣かないで、今じゃないよでもその通り、うん、ダメだわ、私涙腺が泣かないでそうそう、だからね、ぜひともここはね、そう、私たちぐらいにはちょっと気を使わないでね、いてほしいなと思いますね、ダメだ、うん急にその顔になるのやめてよちょっとそうだね、うん、気ぃ使わないようにするよぜひとも次の問題いきましょう